使ってってこう味が出てきて汚れてくるとかなりかっこいいかなと思っております。まあパッと見ちょっとでピーって言ってくださいね。だいぶ秋っぽくなってきたので、バイクコーデ第2弾をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、革ジャンとベストですね。これはあの同じミストラムの、革ジャンの方がハイフライヤーというホースシュリンクを使ったものと、ベストがクーパーという、まあ、この秋新しく出した、ダウンベストの方ですね。これ結構あの愛用しております。かなり重宝しております。これぐらいのね、普段はそんな寒くないんですけど、バイクとかで走るとやっぱちょっとね肌寒いので、こういうダウンベストなんかを着て、乗っていることが多いですね。はい、そしてこれデニムです。デニムこれね、5、6年前かな、 DTA という、デニムブランドとですね、ストラムとコラボした時のデニムですね。 DTA の、ジェフリーというタイトストレートのモデルを、ベースにですね、僕が、ストラムの方で、加工をディレクションしたというシリーズでして、裏テーマがですね、ジョー・ストラマーが、まだ生きていたら履くんじゃねえかというホワイトデニムを作りたくてですね、トッピングで汚しを入れて、まあ初めから少し汚れたような雰囲気に仕上げたデニムであります。はい、これもねたまに、よくたまによく履くというかたまによく履くデニムでして、冬に白いパンツとか履いてるとかっこいいなと思うので、バイクの時に、この白いデニムを履いたりしております。はい、ベルトはねこれストラムの、バーニングダイバージョンバーガーニーのベルトですね。そして、ブーツですね。これブーツこれペコスブーツです。ペコスといえばやはりねレッドウィングですね。もともとはレッドウィングの、まあ、商品名だったんですけど、この形を、総評してペコスというようになりました。まあ、ペコスブーツっていうのは確か1950年代後半8年か9年あたりに、ペコスっていうね町があるんですよね。ニューメキシコとテキサスの間ぐらいにある町の名前で、まあ、その町がですね、まあ、カーボーイとあと石油の採掘で有名な町で、まあ、そこの労働者とかカーボーイですねに向けて、作ったと言われる、まあ、ワークブーツの一種ですね。はい、このブーツ、レッドウィングではなくてアユイテという、ブランドのブーツになります。アユイテ自体が、まあ、アメリカンというかネイティブをベースにしたブランドでして、まあ、デザイナーの小花さんという方も、昔 Z1R に乗ってたりするあのバイク乗りだったんですが、まあ、そこのペコスブーツですね。で形的にはねこれあの指をかけるあのループがあるんですが、あのペコスブーツってこう両脇についてるイメージがあると思うんですが、まあ、実はね、レッドウィングの一番ファーストモデルっていうのはこのねループが後ろについてるんですね。まあ、それと同じようにこうやってこれも後ろにこうやってねループがついてるバージョンですね。はい、これもあのすごく履きやすいので、バイクに乗る時街着の時もよく履いたりするブーツの一つでもあります。ちょっとね白いパンツだったんで足元もちょっと白目でまとめてみました。はいね、こうやってね撮影してるとねスタッフがね撮影してるっつうのにね、こうやって間違えて出てきてあのよくある光景ですが、今日は岩清水さんがちらっと映っております。はい、そして手袋、はい、手袋ね、あの冬用の手袋結構何個か持ってるんですが、ちょっとこ の, あのクーパーというねこのバーガンディの、ベストを、新調したので、それに合わせて赤い手袋を買いました。はい、これチャーチルという、まあ、アメリカの、手袋のブランドですね。このチャーチルっていうブランドが、これももう100年以上の歴史がある手袋のメーカーでして、親子3代で、継いで、もうね普通手袋ってこう中国とかあの外で、作ったり OEM したりすることが多いんですが、まあ、このブランドは本当あの家族内で作ってるっていう手袋で、鹿革を使った、手袋になります。まあ、鹿革1枚のはね結構有名なんですけど、これあの時代ですね、今審査冷凍が中に入っているタイプでかなり
ね、乗ってみた感じあったかいので使いやすいかなと思います。これね、あのバイク用の手袋というわけではないんですが、バイクにも使いやすいかなと、鹿革で馴染みもいいので、使っていくと手の形に合ってくるかなという感じですね。ちょっとまだ新品でね、あの綺麗なんですが、使ってってこう味が出てきて汚れてくるとかなりかっこいいかなと思っております。ね、このね、黒と赤の黒い革ジャンに赤いテープもかっこよくないですかね。はい、続いてサングラスです。サングラス、ティアドロップタイプですね。あんまり僕ね、ティアドロップタイプかけないんですが、なんかいかにもアメリカンっていう感じというよりはスタイリッシュな雰囲気でかけたかったので、これブランドはアラン・ミクリという僕大好きな、メガネのブランドなんですけども、まあ、フランスのブランドになります。アラン・ミクリというとね、ちょっと角張ったというか、ちょっと近未来っぽい形のメガネが印象というかイメージがあると思うんですが、珍しくこういうティアドロップタイプを出した時期がありまして、これももう10年以上前だとは思うんですが、青山の直営店で、買ったのを覚えてます。ミクリも大好きでね、10個ぐらいミクリのメガネサングラス持ってるんですが、まあ、その中でもね、スタルクという、まあ、建築家と一緒にやってるミクリ×スタルクアイズっていうのがあるんですけど、それなんかはね、もう3つ、4つぐらい持ってます。はい、まあ、大好きなブランドですね。はい、はい、そしてヘルメットね、ヘルメットは前回はね、シンプソンの、バンディットというヘルメットかぶってたんですが、このヘルメット、まあ、ヴィンテージのヘルメットになります。これもね、10年以上前かな、フリギアで買ったヘルメットですね。ちょっとここにね、ここにピップというのか PIP というのかもう分かんないんですが、ここにデカールというかシールが貼ってありまして、まあ、調べたらですね、1970年代とか、まあ、60年代ぐらいに作られたヘルメットみたいで、その当時のヘルメットでは、言い方悪いですが B 級のものだったみたいですね。そんなに高くないです。ただね、すごくシルエットがいいんですよ。やっぱりね、シェルが大きくて被るとなんか頭でっかちになるんですけど、このヘルメットすごく収まりが良くて、そして結構深めに被れるので、ヴィンテージのヘルメットの中ではかなりスタイリッシュに被れるような形かと思います。もう古いもんでね、片目わかんないんですが、調べたら多分ですけど GP2 という形だと思います。基本シンプソン被ってるんですが、たまにこういうね、ちょっとアメカジっぽいような雰囲気の服を着るときは、このヘルメットを被って乗っております。はい、はい、続いてですね、キャップ。はい、ツーリングとかの時には、欠かせないキャップですね。はい、このキャップ、もちろんストロームで出しているものと同じ形なんですが、ストロームでは作ってないね、表側になります。フユーというですね、僕の友達で、ヘラムナの、まあ、道具で万力といって、こう竿を置くこう何ていうんですかね、台というか、それをねこう手で掘って、結構すごいねかっこいい形なんですが、こういう木をこう手彫りをして、その竿置きを作ってる、まあ、友達がいまして、まあそこのね、山田健君という彼と仲いいので、ちょっとコラボやりたいねなんて話で、まあ、作った一つでございます。ここね、刺繍で一応「冬」って書いてるんですが、「冬」の間にこう X が入ってて、まあパッと見ちょっと「でピーって言ってくださいね、でもう読めるような、ちょっとこうとんちの効いたような、デザインにしております。これね、表側なんですけど、一応水をはじく撥水性のある、革を使っております。なんでね、釣りの時とかも雨が降ってきたりしても、ね、多少の雨なら気にせずかぶれるといった理由でございます。これね、うちでは売ってないので、冬調べてまだね在庫残ってれば、買えるかなという一つでございます。まあ僕乗ってるのも日本車なので、こうバリバリ雨かじというよりは、なんかこうね、フランスのメガネだったり、まあ、ペコスでももうレッドウィングではなくこうアユイデだったり、ちょっとこうミクスチャー的に、バイク乗る時もおしゃれを楽しみたいなという、まあ、コンセプトで、まあ、いろんなブランドをこう混ぜ合わせてミクスチャーして乗ってることが多いですね。という感じで、またね、真冬になったら、真冬のバージョンも撮りたいなと思っておりますので、楽しみにしておいてください。はい、というわけで、もしよろしければチャンネル登録、そして高評価の方もよろしくお願いいたします。それではまた。